私は1993年にこの滋賀大学経済学部経済学を卒業して三菱商事に入社して、ずっと食品の事業に30年間携わっていました。その30年間のうち15年間はイギリスの会社に出向して経営をするという機会に恵まれて、15年間イギリスですから、ちょうどイギリスと日本と半分半分ですね、三菱商事時代は。で、この去年の2023年の4月からスポーツの小売チェーンのヒマラヤという会社で、代表取締役社長兼 CEO を務めております。頑張ってないです、何も頑張ってないんですけど、私はギターが好きで今もずっと続けてるんですけども、そういうバンド活動とかをですね、実は大学ではなくて他のところで、大阪とかでやっていたので、そういう活動は割と真面目に打ち込んできたと思います。理由はいくつかあってですね、やっぱり海外の仕事をするっていうことはもう絶対決めていたんですね。で、当時は今ほど海外の仕事ができるところってなくて、あるんですけど、入ってからそこに選ばれるかどうかっていうのは、かなりセレクションのプロセスがあるとか厳しいとかっていうのを聞いていたので、確実に海外に行ける仕事っていうので最後選んだっていうのが一つ。あとは給料ですね。給料もどうせ社会人になるとみんなしんどいっていうのを言うんで、だったら少しでも給料が高い方がいいかなと。で、それをよく雑誌とかで読んでいたので、そういうのも一つの動機になってますけど、一番最初の海外の方が大きいですね。はい、会社に入ってからずっと食品バターにいましたけども、すごくバランスよくいろんな経験をしたと思います。最初5年間トレーディングをしっかりやって、で、日本のメーカーに2年間出向して、で、その後、M&A とか企業再生とかそういうプロジェクトをやる部署にいて、で、また出向して、で、海外の会社の経営を15年間ということで、ずっと食品バターですけども、いろんなことをそれぞれのステージで経験させてもらったので本当に感謝してます。これは上の人が、当時の上司の人が決めたことだと思いますし、どうしてかっていうのは聞いてはいないですけども、やっぱり海外に早く行きたいっていうのはずっと言い続けてたっていうことと、あと英語は当時実は全然できなかったんですけど、帰国子女としてレジスターされてたので、こいつだったらいいんじゃないかっていうのと、あとは当時イギリスでお世話になった上司の方が、私のその出向している経験、その三菱商事以外のところで日本で経験を積んでるっていうことがおそらく適応力があるっていうことじゃないかということで、かなりその推薦してくれたっていうふうには聞いてますので、いろんな要素が重なって運よくその機会に恵まれたんだと思います。いろんなことが生きてると思います。やっぱりその多様な経験をしてきたので、どんなような状況になっても、何かどっかで経験したことがあるなとか見たことある景色だなっていうことが多いので、それをもしかするとその経営のこの普遍性っていうのかもしれないなと思います。あんまりちょっとしたことで動じるようなことがないっていうのは三菱商事時代の経験が生きてるってことだと僕は考えてます。バタバタしないっていうことですね。それと、余計なことをしない。やっぱり私みたいに新しい環境に来ると、やっぱり自分はどういうもの、何者かとか、自分はこういうことができるっていうことをやっぱりこう証明した方がいいんじゃないかとか、評価してもらった方がいいんじゃないかと思うんですけど、やっぱり経営トップの影響力っていうのはどんな会社でもやっぱり本人が思ってるより大きい
ですよね。そういうこともあるので、やっぱりトップに言われるとやらざるを得ない、考えざるを得ないみたいになってしまうので、本当に必要なことだけを言うようにしてるのと、あとはフェアに人と接するようにしてます。エコひいきしないとか、好き嫌いをもちろんしたいとか、そういうところを気をつけてますね。私はグローバル経営ということに関してかなり強いこだわりを持っていますので、やっぱり日本人の一人として海外で経営者として評価を上げていくっていうことにこだわりを持っていますので、どこの会社でどういうことをやりたいかということよりも、そういうことを、上はもういくらでもあっていくらでもいると思ってますので、少しずつその階段を行けるところまで登っていきたいなっていうのが自分の夢ですね。今日私、30年ぶりに講堂に入って、学生の方にも多くの学生の方にもお会いしましたけども、私がいた当時とやっぱり一番違うのは、皆さんやっぱりこう眼差しが真剣というか、一生懸命日頃勉強したり、いろんな準備をして学生生活を過ごして、いろんな準備をされてるんだなというのを思いました。やっぱりその努力が実るように、これからいろんなことをクリアして、いろんなことにチャレンジしていってもらいたいと思います。応援してますので頑張ってください。ありがとうございます。本日のインタビューは以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。